よし PC ですスポティファイがですね「音楽で振り返ろう」をテーマにしてですねなんかまあ僕がユーザー自身が1年間よく聞いた音楽視聴履歴から2019年まとめっていうものをですね作ってくれてるらしくてまあ世界中のユーザーそれぞれ人それぞれだと思うんですけどランキングにしてくれてるということで、まあ、これですかね2019年まとめどうやって見るんでしょうこれ押していってみましょうか。 出ましたね今年のあなたのお気に入り総まとめいや。100曲もあるんですね。まあじゃあ7時間半で僕の1年が振り返れると。栄えある1位からいっちゃいましょうか。えー、っと、パプリカ。<laughs> そうですね。やっぱり僕は2歳と5歳の子がいるので、やっぱパプリカどうしても1位ですよね。レッドゥイッドゥコ。あ、穴雪ですかね。メイジェイさんの。あのー、 出かけるときとかに基本的にアナユ雪かパプリカをずっとかけるっていうのはありましたからね。で、3位がお、ブラックアイドピーズ、アイガッタフィーリングと。まあ、これもですね、うちの娘がこれ好きででしてね、これかけると結構歌うんですよね。その、あどけなく歌うっていうのかわいいと。で、パプリカインストと。はあ ああそして、ケミカルブラザーズ、ヘイボーイヘイガール。これもですね、結構、結局、子供がキャッ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 一緒になって歌えるという、歌えるというか、あの、フィービーゴーっていうのを、こう、2歳と5歳と、我が家は車の中で叫んでると。えー、っと、こっから、あファットボーイスリムが続きますね。で、またブラックアイドピーズが来て、ファットボーイスリム。<laughs> ここ、グレイ、グレイ、ウィンターゲイン。これですね、実は一つ、 面白い話がありましてアナ雪のサントラの中でですねまああのピエール・タキさんが事件で逮捕とかそういう風になってしまった時にですねおそらくディズニーとのそういう契約なのかわからないんですけど、まあ、使えなくなったんでしょうねテーマソングとかそういうのがその時にサントラでですね あのレリー号をかけようとするとですねグレイのウィンターゲインがバグで流れる時期があったんですよでうちの子供がですねスポティファイはまあもう使いこなしてるのでガチャ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 何回も何回もグレイを流してって確かにありましたねそんなことがうんまああとはブラックアイドピーズエド・シーランファットボイスリウムケミカラ・ブラザーズアビーチ カットボーイスリム、チェインスモーカーズ、トーキングヘッズ、ケミカルブラザーズ。あ、これフォロワーさんですね。僕のツイッターのアーキさん。アーキさんがね、スポティファイで楽曲を配信してて、それ結構聞いたんですよね。あとディミトリー、あとブラックアイドブまあ、ヨシオ PC と、まあ、自分の曲もチェックかなんかで聞いたと。お、またグレー入ってきましたね。However, beloved。これは、 うちの息子がやっぱグレイ好きなんですね。やっぱ子供の胸をこうグッと掴んで離さないグレイっていうのはすごいですね。恋がいいんですかね。楽曲のメロの良さですかね。ファットボイス・リム。The、DJ ピエール、アシッドの海の親。フィル・コリンズ、プロディジー。松田聖子。松田聖子 <laughs> 面白いなえー、っと、あとは、あ、ミスチル。 これミスチルのね、超名曲ですよ。こんな風にひどく蒸し暑い日。大好きですね。ケミカルスターギター。まあ、あと自分の曲もあってまあ、エイフェックスツイン。松任谷由実。あ、これはね、サンプリングしたいくて、ちょっと何回も聞いたのかもしれないですね。うーん。あと、忍たま温度。プロディジー。オービタル。うん。 だいたいビッグビートというか90年代ですねやっぱりまあエド・シーランとか入ってきてますけどうーんスポティファイで聴いた楽曲はこんな感じとはいまあそんな感じで皆さんもスポティファイのマイトップソングスちょっと面白いかもしれないので確認していただいたらいかがでしょうかということで今回の動画はそんな感じですお疲れ様です